どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間に楽しく音楽できますよということで日々レッスン動画を公開しておりますが、今日はちょっと特別編でございます。何が特別編かと言いますと、今日の課題曲はですね、私のオリジナル曲歩くという、曲があるんですけど、こちらの、レッスン動画を公開していきたいと思います。実はこの歩くなんですけど、ミュージックビデオをですね、初のミュージックビデオを制作しておりまして、この4月1日、2023年4月1日に公開される、今タイミングとしては公開される前なんですけど、いずれ公開された後、概要欄にその PV ね、ミュージックビデオの、URL 貼っとくんで、またぜひ見ていただいて、その映像と一緒にご覧になっていただきたいなと思うんですけど、その時に一緒に弾けるようにですね、今日はそのレッスン動画を、収録したいと思っております。この曲はですね、ちょっと最初に言っとくとですね、あのガズさん自身がめちゃくちゃ歌いやすいようにキーをね、いつもの簡単コードじゃないキーに使ってるんで、ちょっとね、今日は中級者さん以上の、レッスン内容になっておりますが、ちょっとこれを機に、そういう世界があるのかとちょっと見ていただければというふうに思います。 G のキーということのになっているんですね。ちょっと出てくるコード普段とちょっとノリが違う、雰囲気が違うコードになっているんですね。はい、なんでそこをちょっとねご了解いただきまして、レッスン動画公開していきたいと思います。はい、いつも使ってる G ラボウクレレ、ただいま大好評ね、販売予約受付中です。概要欄チェックしてみてください。それではですね、ちょっと今日はね、特別版ということで、あ、ウクレレ始めてみたいなと思った人、簡単にガズレレだったらできます。今日はちょっと特別編なんですけど、始めてみたい人、概要欄にガズレレで始める楽しいウクレレ教室の始め方 URL 貼ってますからね、やってみてください。早速ですけど、この歩くという曲ご存知ない方もいらっしゃるでしょうか。まずはちょっと一回ですね、デモ演奏を今日は聴いていただいて、もう今日はかっこいいバージョンの一択でございます。で、初心者さんにはちょっとどうしたらいいかっていうのをこの後にね、また解説しようと思うんですけど、今日はですね、いつもとちょっと流れを変えまして、このガズのね、作った曲歩くの、まずレッスン動画というかデモ演奏を最初に聴いていただこうと思います。ではガズの曲歩くやってみる。 1,2,3,4
らうぐふんわりと乗り込む。そろそろ笑顔が出てきたさ、ゆっくり二人からの歩こうよ。さあどこまでもいつまでも全て移り変わっても、ガズ作詞作曲の曲歩くです。この曲のちょっとストーリーを言いますと、実は私ですね、急性骨髄性白血病という病気になっちゃってですね、もうそれこそ骨髄移植をさせていただいて、長い間も何年もね、3年も4年も入退院を繰り返すような生活だったんですけど、その時にも体も体力もないし、もう放射線治療とかいろんなね、抗がん剤治療とかでもうね、体もボロボロでね、歩くのもやっとだったんですよね。もう本当にベッドに横になってるだけでもヒーヒーみたいな、そんなとこから唯一、だんだん復活できた時の、ことがですね、この歩くってことだったんですよ。まずは最初、普通の人だったら歩いて5分のコンビニまで行くのに、もう這うようにしてね、30分かけて往復するとこから始まって、歩くことをまずやろうと。そうしなかったら何もね、仕事もできないし、音楽もできないってことで、体力作りから始まって、そんなね、歩く距離を増やしていったんですよね。その時に作った曲なんです。なんでこの曲はね、もうほんと今から10年前にも実は作ってた曲ということになるんですけど、今回ウクレレで、ね、その時はギターで作ってたんですけどね、そんなストーリーが実はある曲なんです。そんなこともね、思い描きながらですね、やっぱりこう、だんだんこう、ここまで来れたわけですよね。その歩くっていうことは、この曲に支えられてきたっていうことがあるんで、すごくガズにとっても意味深い曲なんですけど、皆さんもですね、まあ、ガズレレ YouTube もそうですし、なんか自分がやりたいことでやってることって、最初はもともとゼロからね、だんだん今後積み重ねてきてこうね、上がってきたっていうのをガズレレ YouTube チャンネル、もちろん最初は0人のチャンネル登録者から今ね18万人ということで、そんなようなことのストーリーが詰まってます。まずそこをちょっとお伝えさせていただいて、まあこの曲弾いていきましょうということなんですけど、今日出てくるコードちょっとかなり難しかったでしょ。はい、ちょっとどんどん解説していきます。ちょっとね、これ今日はねかなり特別で、ガズが作ってる曲なんで、こうですこうですっていうのがないんですよ。かなり緩い感じです。まずメインのコード進行、こんな風に書いてありますね。サビのところ、 C メジャー7 A サス4G 星って書いてある。 G 星、これね、何かというとですね、これちょっと下の段に書きますけど、 C と D と G、 はい、本当は C と G と G なんですよ。なんだけどちょっと音をね崩してるんです。ちょっとじゃあ比べてみましょう。まず C、 普通の C、 皆さんわかるよね。で C メジャー7っていうのは1個ずらすとここなんですよね。はい、この響きいいでしょ。ちょっと砕けてる感じで、次に出てる DA サスポート D ってね、ちょっとね、親戚みたいな感じで、まあ、本当はコードネーム違うんですけどね、ちょっとここは分かりやすい。まず D というコードを弾いてみましょう。D っていうコードなかなかガズレレで普段出てこない。こことこことこの3つの場所なんですよね。こうです。こうやって押さえるか、あるいは人差し指1本とか薬指でこんな風に押さえたりするんですけど、まあとにかくこういう響き。D。で、これをちょっと砕ける感じにしたいときに、この今3つ押さえてる、これを抜くんですね、薬指。そうすると A マイナーのとことこの真ん中下、ここの2つ、これが、この透明感のある響き、これを活用しています。はい、なんで A サスポート D って親戚関係です。さっきの C と C メジャーセブンも親戚関係、 D と、A サスポートも親戚関係って覚えておいてください。あと問題のね、次の G 星と G の関係ですね。 G っていうのはですね、押さえる場所、こことこことここなんです。
そうするとガズの押さえ方だと人差し指が3弦の2フレット、中指が1弦の2フレット、薬指が2弦の3フレット、こんな風な三角形を描きます。これが G、 ガズが押さえる G なんですけど、まあ人によっては人差し指で 1,2,3 弦押さえといて、中指で2弦の3フレットという押さえ方も、これ音がこういう音ですね。 G というのはこういう音なんですけど、はい、これがね、まず G という音なんですけど、これのちょっとこう親戚関係ということで、この1弦をもう離しちゃいます。そうするとこうなりますよね。こことここ、これがガズの言うところの G 星というコードです。すごく砕けてるでしょ。はい、でこれをですね、実はですね、ガズが演奏中に雰囲気でアドリブで変えてます。わかります。なんでちょっとコード弾いてみます。同じコードを繰り返してみますけど、せーの、最初は C メジャー7、その次 A サス4、次は G 星、じゃあ次は正統派なコードで、次は C です、次は D です、次は G です。はい、これをですね、本当にその時の雰囲気と気分でガズは適当に使い分けてます。適当っていうのは適宜に当てはめるということなんで、悪い言葉ではないと思うんですけど、要はアドリブでガズは普段こなしてるんですよね。なんで皆さんも自分が心地よいタイミングでこの要は3つのコード、それぞれの親戚関係使い分けていただくのがいいかなと思います。はい、でシンプルコード C と A、 D と G の方がきっちりした感じ。C メジャー7と A サスポート G 星の方がちょっと砕けた感じがすると思います。その響きの違いも味わっていただければというふうに思いますね。はい。なんで、ここがまず最初にメインのところで紹介したいところでございました。この流れなんですけど、ちょっとね、楽譜を皆さんに最初に見ていただこうかというふうに思いますね。これ今ね、演奏したのはこのガズが手書きで書いたこのノートを見ていきました。これもうちょっとしたら画面にこんなふうに大きく映して、皆さんもこんなふうにメモってくださいというふうに、画面に大きくゆっくり映そうと思うんですけど、いつものね、ガズクラブでもダウンロードしておけるようにしておきます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたガズの曲歩くを含むガズが手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜があるんですよ。その中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしてすぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めてもうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がってます。メンバーのコラムも、スタッフガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っつうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開しているということで、毎朝7時半から365日にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。歩くガズの曲でーす。はい、歩く、二人で歩いてます。はい、これ見てみてください。イントロということなんですけど、ここ見てもらうと1弦の 2,3,5 のフレーズ、これ後で解説しますね。ここフレーズが印象的だったでしょ、今聞いていただいて。でコードで弾くとこういうコードになりますよということです。なんで初心者さんはこのコードを弾いていただくとすごくいいかなと思うんですけど、これね、最初のうちはいいんですけど、後でちょっと高難度のコードも出てきちゃうんでということなんですけど、お見知りおきをしておいてください。でここがサビというか、あのメインのところです。歩こうよ、歩こうよ、ここがメインのところサビなんですけど、ここが今言った C でも C メジャー7でもどっちでもいいですよということです。なんで今日はこの上が簡単版、下がかっこいい版という感じではなくて、どちらでもその時の気分のアドリブで使い分けてくださいというようなことになってます。はい、こんな風に今画面に映しておくので、お時間ある方、ちょっと書いてみてください。はい、そして今紹介させてもらったガズクラブでこの歩くの楽譜を、このデータのままダウンロードしてもらうのもすごく有効だと思います。いつものようにこの分かりやすいようにこの点でですね、言葉のタイミングだとか、書いてありますんで、ぜひ、チェックしてみてください。
はい。ちょっと言い忘れてましたけど、この曲ですね、各ダウンロードサイトとか、音楽サブスクサイトで聴けるようになってますからね、ガズレレソング。あとでちょっとご案内しますけど、ひとまず、はい、今一時停止で、書ける方は書いてください。はい。ですか？ここちょっとね、場所も節約で、これイントロと同じフレーズですよ、ということでございますね。はい。で、ここね、ここ見てもらうとわかるんだけど、この歌詞が2段になってるところあるじゃないですか。これね、2回繰り返すんですよね。最初、一番最初は上の段ですからね、ここはね。はい。そして、ここから、まず1番です。コード進行はね、サビと同じなんですよね。もうずっと繰り返し。ここ、1番の中のここを見てもらうと、ここですね。G から A サス4、まあ D か A サス4。その後、Em っていうのが出てきますね。Em からまた A サス4か D。ここは、下にね、この矢印が書いてあるから、これシンコペーションで決めていくというようなことですけど、ここもちょっと演奏をご確認しておいてください。はい。はい。ですかね。はい。で、こうやっていきます。はい。これ、2番も全くコード進行一緒で、歌詞が変わっていきます。はい。あ、そうだ、ちょっと言い忘れてましたけど、動画のコードはですね、この砕けた方を一応表記しておこうかなというふうに思いますね。これどうしようかなと思うところなんですけど、まあ今の感じ、ガズが説明しづらい感じ分かっていただけますかね。この C と C メジャー7と A サスポート D と G ホスト G の関係、これどっちでもいいっていうのが結構ポイントでございまして。はい。そうなってます。で、ここまで2番までやったらまたサビに戻ります。はい。サビっていうのはここですね。で、2回目に来た時はこの下の段の歌詞に変わりますからね。はい。ここご注意。そして、この感想のここで歩くというふうに、言っていきます。歩く歩く。で、これが終わ、2回目のサビが終わったら、はい、こっちにクルリンパになりまして、ここブリッジパートですね。ここで出てくるコードが D シャープ。はい。またここも G 星と G どっちでもいいですよということなんですけどね。で、ここで D シャープ来て、で、ここは D7。で、ここは D です。ここは D だけの方がいいですね。はい。なんで D は結局抑えられないとちょっとあれかなというふうに思います。そしてこの後はずっと出てくるコードは同じなんですけど、ちょっとね、アルペジオとか伸ばしながら弾いていて、最後こうね、エンディングにこう行くんですけど、そしてですね、ここに B7 っていうコードが不意に出てくるんで、これね、びっくりしないようにしてください。B7 いい響きなんです。はい。ここで出てくるのがポイント。そしてここ最後エンディングに行って、で、ここはフレーズを弾きながら歩く歩くというふうに連続して、最後はイントロのフレーズをまあまあ、ゆっくりやって終わる。こんな風な感じの曲になっております。はい、じゃあちょっとコード見ていきましょう。はい、さっきも言いましたけど C と C メジャー7はこれどっちでもいいですよと言ってたやつです。これ両方簡単ですからね。で、A サスポート D も今言ったその関係ですね。1個違うだけ。この G と G 星も今言ったように1個外すだけですね。だからこれとこれは1個ずつ外すだけで、それ以外に出てくるコードをちょっと今から紹介していこうと思います。まずちょっとここで言いたいのは F と D7 は入門コードだから大丈夫でしょ。F と D7 は大丈夫ですね。じゃあそれ以外の D シャープ、E マイナー、B7、これをご紹介していきましょう。まずガズレレでもたまに出てくる B7、B7 押さえました。こことこことここですね。こうです。こう。これ結構、前のコードとの流れによってはやりづらいですね。で、この押さえ方と、あともう一個あるのは人差し指全部押さえて、この3弦の2フレットを、中指で押さえる。人差し指で1弦と4弦までの2フレットを押さえて、3弦の3フレットだ。3弦の3フレットを1本押さえても B7。どっちでもいいですよ。はい。B7 は2弦の2フレットを3弦の3フレットを4弦の4フレットを押さえると B7 です。はい。その次出てくるコードが、D シャープです。D シャープ、これはちょっとね、1弦の1フレットと2弦の3フレット、3弦の3フレットだけですね。こう、こう、こうやって押さえて、4弦は開放弦です。これがブリッジパートのところで出てきて、すごくいい響きを醸します。あともう一個、Em。大体ガズレレでは Em7 というコードに置き換えてるんですけど、今回キーが違うというか、これが気持ちがいいということで。はい、これはね、さっき紹介した B7 の形のまま1段下げるだけです。はい、つまり、1弦の2フレット、2弦の3フレット、3弦の4フレットですね。はい、Em。これもちょっと慣れないと難しいですね。B7 と Em は段違いって覚えておくとすごくいいですね。はい。このコードで、ガズのオリジナルソングが歩く、全部これでできますということでございます。まずコードをね、なんとなくこう把握するのがいいと思います。そしてまず、フレーズはちょっと後で紹介するとして、リズムです。今日出てくるリズムはこちら。16ビートのチャで、こうシャッフルでやっぱちょっとカッティングが入ってる、ちょっと柔らかい響きなんですよね。ぜひこのリズムをちょっとね、マスターしてほしいということなんですけど、これ案外難しいというかですね、すごいリズムなんですよ。で、概要欄にですね、このリズムがわかる弾き方のレッスン動画、貼っときます。ウクレレでできるリズムのいろいろという URL の中に、16ビートのチャ
というレッスン動画が貼ってあるんで、その動画で確認していただきたいんですけど、今日はこの動画がめちゃくちゃ参考になると思います。16ビートがうまいこと弾ける7つのね、法則みたいな動画、これを見るとね、すごくこの柔らかいビートできるんじゃないかなと思います。ちょっと基本的にそのさっきのサビのコードを、雰囲気を歌なしでやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。柔らかい感じですね。ゆっくり歩いていこうよみたいな、あんまりこうリズムがガチャガチャなんないように、こうゆったり感じ、優しい感じの包み込むような、16ビートができるといいと思います。リズムね、なかなかリズムっていうのはすぐにはねゲットできないんですけど、じっくりいきましょう。はい。そして、ちょっとねやっぱり印象的なフレーズですね。これはね結構面白いフレーズで、ちょっと難しいんですけど、まず前半 C のコードの時にはこういう風です。一弦の2、3、5、2、3、5なんですけど、イントロはですね、ブリッジミュートをかけます。あ、そうだ。リズムいろいろのところで出てくる。このブリッジミュートっていうのをちょっと言い忘れましたね。ブリッジミュート、さっきのところに書いておきますけど、ここ、白い、ここの弦が飛び出してる、ここをブリッジって言います。そこに、この手のこの部分をこう当ててですね、ちょっと音をくすぶらせるんですね。普通に C を弾きます。はい。で、ミュートをかけます。ブリッジミュート。ここで、ちょっとくすぶる。これがブリッジミュートです。このやり方も概要欄にあるウクレレのリズムいろいろのところで濃厚解説してるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、それでやってみますと、一弦の2、3、5です。せーの。2、3、5、2、3、5。このタイミング覚えた？はい。そして次、G のコードを押さえます。G のコード。はい。覚えてるかな？はい。こことこことこの、この3つね。で、ここでも2、3、5弾くわけです。ちょっとこれが難しい。ガズの押さえるのを見てもらうと、G ってもともとそもそも2弦の、あ、1弦の2フレットを押さえてるから、でん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 、小指で言っています。G、1弦の2フレット、3フレットもガズは小指、5フレットでギュッと手首をひねる感じですね。2、3、5、2、3、5、こんな風に弾いてます。はい、ここちょっとやりづらいかもしれない。手首こう回転していく感じ、これが大事です。これがですね、イントロですね。このフレーズを、ゆっくり、こう、ブリッジミュートでやるのがイントロでございます。ちょっとイントロゆっくりやってみましょう。せーの。次 G ですよ。2、3、5、2、3、5、2、3、5、2、3、5、2、3、5、2、3、5で G で伸ばす。こんな感じでございますね。はい。いやー、いいフレーズでしょ、これ。で、さあ、曲の中でも、今度16ビートのチャをやりながら、このフレーズを入れていきます。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォこんな感じですね。これ、チャの位置が1回しか入れられないんですよ。フレーズが入るから。もう一回ちょっとやってみると。にーちゃ、ねーねーねー、にーちゃさんご、にーちゃさんご。ちょっとフレーズが、てんでてんでんでてんでんでてん。リズムの中でやると、こんなタイミングにちょっと変わっちゃうかも。てんで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 てん。どんだちゃかどんだだだだん。どんだちゃかどんだだだだん。はい。ここちょっと難しいかも。で、小指がやっぱりね、G の時のね、5フレットがちょっと遠いから、こうなんとかこう手首回転とか、キュッとこう、うまいこと調整して弾いてみる。これがポイントになるかなと思います。この、ここで16ビートのチャのビート感が普通のことでやっぱ乱れないようにするのが、まあ、キーポイントかなというふうに思いますと。はい。そんなところですけどね。あとは、歌の中でアドリブで、例えば G 弾いてる時に、今のはサス4ですね。G を弾いて小指で G を押さえたまんま1弦の3フレットを入れたり抜いたりする。今普通の G、1弦の3フレットを足すと G サス4、また抜く。こんなアドリブはよく入れてますからね。これもガズも狙っていってるわけじゃなくて、気分がいい時にこう入れちゃうフレーズみたいな感じでございます。そういうわけでかなり自由度が高い曲になってますんで、皆さんのアドリブ要素もどんどん入れていただいていいんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、サビの中とかで出てくるシンコペーションのところもちょっと練習してみましょうか。歩こうよさ、どこまでも、いつまでも、ということですね。ワン、ツー、スリー。歩こうよ
さあ次です。どこまでここいつまでも世界が移り、今のシンコペーションでんでつてんでんでてけてけてんでつてんで、こんな感じでやりたいですね。このシンコペーションでちょっとリズムにね、こううねりをこう加えているということでございまして、ぜひあのそこもやってみてください。そしてブリッジパートの足音揃えのところで出てくる D シャープの並びね、足音揃え、ここはね、いいでしょ、広がっていく感じ。はい。この辺の一番最後のところで D7 と D が出てくるね。僕らのグルーブ、ふわりと。次は最初 D7。次は D に行きます。このフレーズ、今のは、あとこれ、D を押さえといて、これを離したり、押したりする。要は薬指で2弦の2フレットを、こんな風にするとちょっと可愛いかもしれないですね。2弦の0と2弦の2フレットをってやるのもちょっとおしゃれかなと思いました。はい、これも結構アドリブ要素ですけどね。で、その後はちょっとアルペジオを伸ばす感じで、I'll call you, I call you, 青空の下walking。はい、あとは最後盛り上がっていって終わり。最後のエンディングのフレーズ、またブリッジミートでこうやって終わっていこう。こんな風な感じになってます。なかなかこれはね簡単ではないんですけど、まあ繰り返しが結構すごく多い曲なんで、いい子つかめちゃうとですね、あと応用だと思いますね。まずはちょっとね、トライしてみてください。まあ全体的にはこの16ビートのゆったり落ち着いた感じがキープできるかどうか、ここら辺がキーポイントだなというふうに思うんですけどね。ちょっといつもと違う流れのキーが G の曲ですんで、ぜひトライしてみていただければなというふうに思います。この曲のね、まあガズのその思いもやっぱ詰まっていることですし、なんていうかな、やっぱどんどん、やっぱ僕らはね、いろんな、自分がやりたいこと、大好きなこと、それぞれの行きたい方向に、みんなそれぞれのペースで、自分のペースで歩いている。まさにね、その、みんなさんもその一部であるということでございまして、そんな思いとともにまた歌っていただけるといいかなというふうに思います。はい、そういうわけで今日はね、ちょっといつもと趣向を変えたガズオリジナルソング、歩くのレッスン動画でございました。何回もね、デモ演奏を見ていただいて、ちょっと、さっきもお伝えしましたけど、この曲、例えば、Apple Music とか LINE Music とかもあらゆるところのところで、要はサブスクでダウンロードで、聴けるようになっていたりとかしますんで、ちょっとね、これも概要欄に貼っておきますね。今、こんな風に映ってますけど、こんなサービスで今、この曲歩くとか、ガズの他も聴けるようになってますんで、ぜひチェックしてください、ということでございます。はい。皆さん、本日のレッスンいかがだったでしょうか？また楽しく音楽していきましょう。よろしくお願いします。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とか、メトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでも、まず入れてみてください。そして、それのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもでガズが使ってるジーラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。